マイケル・中村は元プロ野球選手。宇藤右打ち。NPB での登録名はマイケル。ただし2009年のみ M ・中村で登録された。NPB 公式サイトの本名表記及び引退時の西部球団公式サイトにおける表記は中村・マイケルとなっている。本名はマイケル・吉秀中村。日本名は中村・吉秀。父親が日本人で 母親がヨーロッパ系オーストラリア人。奈良県で生まれ3歳の時にオーストラリアに渡り、その後 MLB 入りを目指し渡米。メジャーリーグでは来日後にチームメイトとなる新庄強志との対戦を経験している。またニューヨークヤンキース1年目の松井秀喜にオープン戦初安打を許した。2004年に 北海道日本ハムファイターズと千葉ロッテマリーンズの入団テストを受け、日本ハムがドラフト会議で4巡目に指名した。入団後、登録名をマイケルとした。2005年3月29日の大西部戦で初登板。5月後半から22イニング連続無失点の高騰を続け、抑えの横山道也につなぐセットアッパーとして1年目から活躍した。しかし、 腰痛のため離脱し、後半はほとんど登板できずに終わった。2006年には、守護神に抜擢され、開幕に連戦で共にセーブを記録し、日本ハムを12年振りの開幕に連勝に導いた。9月8日の対オリックス戦で、江夏豊かに並ぶ日本ハム球団大記録の34セーブ、9月27日の対ソフトバンク戦では、豊田清志、 日本シリーズでも3セーブを挙げ、優勝決定の第5戦では、同上げ投手となった。2007年は序盤こそ不調だったが尻上がりに調子を上げ、最終的に34セーブを挙げ、リーグ優勝、CS 制覇に貢献した。2008年もクローザーを任され、9月13日の対オリックスバファローズ戦で、プロ野球史上20人目となる通算100セーブを挙げた。 通算194試合目での達成は、日本人選手では、当時の最速記録だった。最終的に28セーブをマークした。2009年も引き続き守護神として活躍するかと思われたが、11月6日に、右の強打者と左の中継ぎを求めていた、日本ハムの球団事情により、二岡智と臨床班との交換トレードで、工藤隆人と共に、 読売ジャイアンツへ移籍。巨人時代、ブルペンのマイケル・中村巨人では、登録名をマイケル・中村としたが、表記は M ・中村という外国人表記風のものとなった。2009年4月4日の対広島戦で、1点リードの展開で3番手として移籍後初登板を果たすが、走者2人を出した後に、栗原健太、スコット・シー・ボルに2者連続本塁打を浴び4失点。 後続の打者にも死球を許し交板。その後も全く調子が上がらず6月15日に降格。7月5日に最昇格したものの8月14日に最降格。結局29試合の当番で防御率6.18に終わった。10月21日のクライマックスシリーズ第2ステージ第1戦でトニブランコの頭部に危険球を投げてしまい。 同シリーズ史上初の危険級退場処分を受けた選手となった。チームはリーグ優勝、CS 制覇、日本一に輝いたものの自身にとっては不本意な成績で終わってしまった。2010年、登録名を日本ハム時代と同じマイケルに戻すことが認められた。序盤は全く出番がなかったものの、6月27日の対横浜戦でシーズン初登板を果たし、 以降は主にビハインドでの出番が多かったものの、37試合登板で1勝、0敗、防御率1.93と復調した。2011年は大半を二軍で過ごし、11月15日に戦力外通告を受けた。12月23日、埼玉西部ライオンズが獲得を発表。2012年は開幕直後は中継ぎとして起用され、6月8日の巨人戦で、 フルス相手に2年ぶりのセーブを記録。9月に入ると先発に転向し、2試合に先発したが、いずれも白星を挙げることはできなかった。10月2日に引退を発表。同日行われた引退会見では、去年、今年と思った活躍ができず、引退することを決めた。感謝の気持ちしかないですと涙した。引退後は母国のオーストラリアへ戻り、10月9日に、 任意引退工事された。2015年10月1日、リリーフ保守としてバッテリーを組んでいた中島聡氏の引退セレモニーにて、半球の OB でもある山田久志と共に、久しぶりに公の場で姿を現した。2018年2月19日、野球オーストラリア代表チームのアシスタントコーチへの就任が発表された。 同年3月3日から3月4日に開催された野球日号代表強化試合エネオスザムラ侍ジャパンシリーズ2018に帯同し、コーチとしてのキャリアをスタートした。変速サイドスローで最速時速1 5 0トルの速球、スラーブ、スライダー等。自身の変速的な投球フォームについては、1997年の肘の手術がきっかけで、 ホーム改造を迫られた結果行き着いたホームであり、野球をやっている子供たちには絶対に参考にしてほしくないと語っている。日本ハム時代は主に中島聡とバッテリーを組んだ。当時の日本ハムは高橋慎二と鶴岡慎也が先発保守として起用されていたが、中島以外とバッテリーを組んだ試合では極端に、請球に苦しむなど相性が悪かったため、 リリーフ登板する際はバッテリーごと交代していた。また、試合状況で中島とバッテリーを組めない場合は、高橋、鶴岡に中島がベンチから最後を送り、マイケルをリードしたこともあった。巨人時代、埼玉西部時代は中島がいないため、決め球のスラーブをほとんど投げられず、成績が低迷してしまった。選手やコーチとの会話は問題なくできるが、 日本国外での生活が長く、日本語自体は苦手であるため、また、日本国籍を有し、ドラフト指名を経て入団した選手でありながら、日本プロ野球選手会には、労働組合、社団法人ともに入会していなかった。ありがとうございます。